エアインディア855便墜落事故とは、1978年1月1日に発生した航空事故である。1978年1月1日、インドボンベイからアラブ首長国連邦、ドバイに向けて離陸したエアインディアボーイング747の237バイトは、エアインディアが受領した1号機であり、アショーカ王と命名されていた。ボンベイの海岸近くにある、 サンタクルズ国際空港から離陸後、沿岸からわずか 3km のアラビア海に、機種から突っ込む状態で墜落し、爆発した。これにより、乗員23人、乗客190人の合わせて213人全員が犠牲になった。墜落地点の水深は 10m もなかったため、残骸が墓標のように突き刺さっていたという。インドの事故調査委員会は、 旅客機が左旋回して水平飛行に戻ったにもかかわらずメインの姿勢指示機が故障により右に傾いていたためそれを見て誤った判断をした機長が回復操作が不可能になるまで不適切な操作を続けたのが墜落の原因であるとしたこの際機長は予備の姿勢制御機を参照することもなくまた副操縦士と航空機関士も航空機の姿勢について機長に 適切な助言を与えなかった。この事故の裁判において自己責任を追求されたボーイング社と非正制御機を製造したメーカーは事故機の機長が糖尿病の服薬と飲酒の影響で方向感覚を失っていたと反論した。1985年アメリカ連邦裁判所はボーイング社らに過失は認められないとして無罪を言い渡した。デイビッド・ゲロー、航空事故。 イカロス出版143ページデイビッド・ゲロー航空事故イカロス出版144ページありがとうございます